こんにちは。名曲ワンポイント解説の動画へようこそ。今回はショパンが作曲したオーパス64の3のワルツ、アスドゥアのワルツを紹介していきたいと思います。まずはワンポイントの部分ですけども、曲の後半のここですね。はい。いきなり転調したここです。ここの転調すごく面白くないですか？なんか思いもよらない響きに向かっていった感じがあります。ここがショパン流のユーモアなんですよね。ということで今回はショパンの騙しのユーモアっていうのを紹介していきたいと思います。それではまずこの転調について説明していきたいと思います。転調の分析するには和声の分析するしかないので和声をまず考えていきますけど、最初の3小節はずっと主調のアスドゥアの属七が鳴ってます。ここまで属七 で、次でちょっと雰囲気変わりますね。これは F モールっていう調に転調してます。F モールの5なんで、次は F モールの1に解説するはずなんですよね、この響きは。こう行くはずなんです。でもこう行かないで、いきなり変わってしまうっていう。でこれが調合を見たら分かりますけども、 A ドアっていう調なんです。 F モールに行くはずが A ドアの位置に行っちゃったっていうのがここなんですね。でもう一回この響き聞いてみてください。なんか不思議な転調なんですよね。でこういう転調は理論的にどう説明されるのかってことなんですけど、実は説明できないです。これ理論を超越した転調なんですよね。じゃあショパンは音楽理論のこと何も分かってないでこんなこと書いちゃったのかとか、ショパンは音楽理論をあえて壊して冒険したのかっていうふうに思われるかもしれないですけど、どちらも違います。ここはおそらくショパン流のユーモアっていうところなんですね。今回はそれを解説していきますけど、これを解説するには前半の部分を紹介しないと成り立たないんですね。ということで前半部分を聞いてください。こういう風になってます。でこの前半部分も最初の3小節までは同じです。ずっと属七で、ここで F モールの5の1点が来るってとこも同じです。で前半部分ではこの後にちゃんと F モールの1に行くんですよ。予想通りの音が来るって感じですね。 F モールの5から1、こっちはスムーズに行くんですよ。でこれがポイントです。さあ今回はですね、ショパンの騙しのテクニックっていうのを紹介したいと思います。でポイントは今解説した曲の前半部分ですね。この曲の前半部分で何回も今のところを聴かせてるんですよ。つまりここでこの F モールの1の響きが来ますよっていうのをですね、擦り込んでるんですね。でこれがポイントです。で何回も何回も擦り込んでおくと、曲の最後でまた出てきた時に弾き手はですね、この響き、あ、これが来るんだろうなっていう風に予期してるわけです。でも後半のここではA ドアっていう、まあ、意外な音に行っちゃうっていうところが、これがポイントですね。これがショパン流の騙しのテクニックです。で、騙しっていうのは日常生活でやると大変なことになりますけども、でも芸術の世界では非常に有効なテクニックなんです。つまり芸術を鑑賞するときってある程度の新鮮さっていうか意外な情報っていうのが欲しいわけです。みんなが知ってる響きだけだったらそんな音楽飽きられちゃいますね。だからところどころ意外な情報とか新鮮なものっていうのを加えていきたいっていう、それが芸術家の考えることなんですね。
だから騙しのテクニックっていうのがよく芸術で使われるんですよ。音楽で言うとまさにこういうところですね。で、何回も何回もこれ聞かせておいてるんで、もう聞き手はですね、ここまで来たら、ああ絶対次はこれに行くんだなっていうのが分かってる状態なんです。でもそれをあえて崩すっていう、こんな感じですね。あれこんな音だったっけみたいな、聞き手を動揺させてしまうっていう。ただそれもただ困らせてるわけじゃなくて、喜びの中の戸惑いっていう感じですかね。基本的には面白いんですよ。面白おかしいっていうのがこのユーモアの仕組みなんです。ここで私が皆さんにやってほしくない考え方があるので、それを紹介します。例えばここでは F モールに行くはずが A ドアっていうありえない響きに行ってしまってる。じゃあここにはどんな深い哲学的な意味があるんだろうか。こういう考え方はやめてほしいんですよ。なぜならここはユーモアの箇所だからです。深い意味なんてないんですよ。ショパンの作品はよく悲劇的だとか叙情的だとか内省的だとか言われたりします。もちろんそういう性格の作品が多いことは事実なんです。ですけどたまにですね、ショパンのユーモアのセンスが光るような音楽っていうのがあってですね、この部分がまさにそういうところなんですね。ショパンはこういうところもユーモアとして弾いていたと思うんですよ。ショパンの主戦場の一つはサロンっていう場所でした。サロンっていうのは上流階級の人たちが集まるパーティーみたいな感じですね。で、パーティー会場なんで、ショパンそこでピアノ弾くんですけども、全員が熱心に聴いてるとは限らないわけです。こう話をしてる人もいるわけですから、ガヤガヤした状態でピアノを弾いていたっていうことなんですね。それがコンサートとの違いです。そういうところでの演奏もショパンは大いに楽しんでいたと思います。で、この曲に見られるこういう箇所っていうのは、ショパンのユーモアで周りにいる人たちを楽しませようっていう魂胆なわけですね。だから内省的な意味ではなくて、ここではむしろ社交的な意味というか、クスッと笑えるようなユーモアを仕込んでるっていうのがここなんです。ある意味でショパンは音楽をもてあそんで周りの人たちを楽しませていたということが言えると思います。それがこういう箇所に現れているわけなんですね。だからこういうところも深刻な調子で弾いてしまうと台無しになっちゃうんですよ。面白みっていうのが分かるように弾かないと。ありえない音に行ったっていうのが面白おかしく伝わるように弾かないといけないです。それでおそらくショパンもこういうところはなんか周りの人の反応を楽しむような感じで弾いていたんじゃないかなっていうふうに思います。というわけで今回はショパンのワルツの分析をさせていただきました。ショパンは深刻な作品が多いとは思いますけども、でもその一方でこういう明るくて、そしてちょっとクスッと笑えるようなユーモアが仕込まれてる曲っていうのも結構多いんですよね。なのでそういう曲は深刻な曲のムードに釣られないように面白く弾くっていうのが大事なんじゃないかなっていうふうに思います。それでは今回はこれで終了です。どうもありがとうございました。